ちゃんくん、おはよう。ポンちゃん、おはよう。寝てます。うん、ごめんね、ポンちゃん。バイで。はい、ちゃんくん。今日は防災の日ということで、朝からですね、防災訓練。なんか大きなイベントにこの地域ではなっていて、それに、マオイママとクロケンパパ行ってきます。多分お昼くらいまでは、行くことになるかな。で、一度帰ってきて、その後オープンマイクが3時からあるのでそちらに行きます。イベントごととしては一巡しました。1年前にこちらに引っ越しをしてきて、最初に、この地域のイベントということで、防災訓練あるよということで、よくわからないまんま行きました。で、はじめましてというご挨拶をしたりなんかしてですね、ということから始まって、お祭りや何やら、地域のことが次々来るんですけれども、その、人巡りした今日からですね、この秦野という地域に馴染んでいくための、これからが本番だという感じですかね。今までは引っ越してきましたというご挨拶でしたが、ちゃんと仲良くなっていくための、手順がやってまいります。頑張ります。はい、ジャン君はちゃんと目が覚めましたね。さあ、じゃあ朝ごはん食べてきます。行ってくるよ、ジャン君。はい、ジャン君、今ご飯を食べて戻ってきました。これから、今1時間ぐらい前になるね。あ、もうちょっと時間あるか。さあ、シャワーでも浴びて出かけてきます。ジャン君を撮ってる時とポンちゃんを撮っている時で絞りがぐんぐん変わるね。はい、2匹ともなぜかこっちに集まってきました、また。そして今日の防災訓練でうちの特別なルールを今ちょっと考えました。ちょっとここ汚いんだけどね。あ、これがジャンか。ああ、ほこりだらけだ。あ、さらに。よいしょ。あ、ジャン君自分から入りましたが、このキャリーをですね、まあ、地震や災害の時は必ず使うことに、きったなぁ、なると思いますが、今日は、この部屋の中央ぐらいまで持って出しとくことにします。ジャン君あそこ入っちゃったから後でね、そうですそうです、何かがあった時はジャン君そこに逃げ込んでくださいね。これを例えばそっとね、はい、じゃあこうやって閉じますよということで、これだったら病院にでも連れて行ける状態です。これを防災訓練とします。この後ですね、なんか警報が鳴るそうなので、鳴ったらいろいろ
電源を落としたりとかブレーカーを落としたりするということを、まあ仮にやってですね、防災訓練に当てようと思っています。ちょうどよかった。よいしょ。じゃあこれをなんとなく不穏な空気を察したね。閉められたって思った。さて、ちょっとこれをきれいにしていきましょう。ちょうどいいから掃除機もかけたくなっちゃうけど、それは今度ね。かけたいね、本当に。はい。入ってきたかけじゃない。そうしよう。はい、早速入った。あ、ピントが合いません。あ、合ってきた、合ってきた。そこも掃除機かけたいんですよ。そうなんですよ、ポンちゃん。どうしないのかな。よいしょ、今警報が鳴っているようなんですが、我が家では聞こえないね。よいしょ。こういうことですね。困ったね。何かその警報を捉えられる、何者かを入れないと我が家では。もうすごい歪むね。あれ？何時だ？部屋が、家が傾いたか？この間の地震でね。すごい地震だったもんね。3回ぐらい揺れたよね。あ、今サイレンも鳴り始めました。さて、じゃあちょっとあ、9時1分これ電源を落とせないや。作業中でした。さあ、じゃあブレーカーを落としたということをやりにですね、下に行ってきます。はい、ブレーカーを落とした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 という、仮にですね、今落とすといろいろ問題があるので、これで電気がなくなったと。はい、さて、これでブレーカーが落ちているという定義でですね、この後何するんだっけ？今度もう集まるだけ？なんか15分くらいまでに、あそこに集まるところに。あ、そうか。あと、表に黄色いハンカチを出すっていうのがあるんだね。はい、じゃあこれ掃除はまた後でやります。はい、のどかな風景ですが、今は災害があったという形になっています。これから集合場所に向かっています。今ここに来てる人、来てる人に去年の大きな、イベントとはちょっと様子が違うようです、私が。撮りましょうか。いや、ちゃんと自撮り用の画面が、でも目が全部下行っちゃうの。トンボさんも撮ってね。うん、動きすぎ。はい、これでっかいよ。ヤシナバじゃないね。あ、スズメバチだね。スズメとしてはちょっと小ぶりかな。あ、これ日本蜜蜂っぽいよ。本当だ、かわいいね。うん、あ、アシナガもいる。いろいろいるね。いろんなのがいっぱいいる。ホウコだ、ホウコだ、ホウコだ。ほら、地産飛んでるよ。やっちゃいました。なんか集まってない？うん、さっきからね、いっぱいいるんだよ。ここが好きなのかな、この。ちょうど。今日ですけども、
こちらが防災倉庫に置いてあるものです。ですからこれどういうものがあるかということで、何かの時にはこれを使って救助をしたりとかいうことをしますので、ちょっとその説明を小泉さんの方からしてもらいます。それからあそこのところで、まあ、おととしもやったんですが、伝言ダイヤルとか、メールの、登録の仕方とかということを説明をいたします。皆様に関心があるのは、本来下津屋は避難所が本庁小学校なんですけれど、まあまあ、地震なんか大災害の時にですね、本庁小学校の避難所が開設はされるんですけれど、開設するにはやはり1日近く。誰か持っていただいてやっていただかないと。問い立てとかさ。で、自分の、まあ、アンティ、まあ、家族は、まあ、どうなってるかということを親戚等に。三。じゃあちょっと皆さんこちらへ。ここで搬出訓練で荷物の搬出、人間の怪我人がね発生したときに。とりあえずそこで危ないんで、ちょっと安全なところまで引っ張り出すね、まあせいぜい5メーターとか10メーター、動かすという訓練です。ただいま。あれ、ポンちゃんはいるけど、ジャン君は寝てんのね。はいはい。よいしょ。まあ割とすぐ帰ってこれたね。炎天下の中ですね、説明をする方も大変だなという印象でした。さて、防災ついでなので、今日はオープンマイクがあるんですが、それまでの間に少し掃除しよう。さあ、防災訓練の後ちょっと一休みしてご飯を食べたら、今度はオープンマイクです。行ってくるよ。はい、ポンちゃんも少し甘えてるけど、今日はなんかわさわさしててごめんね。よいしょ、また夜帰ってくるからね。じゃあね、行ってきます。ただいま帰りました。ポンちゃん、はい、ただいま。ジャン君は喜んだ後ご飯に行っています。ですね、だいぶ疲れました。何よりもですね、午前中からお昼近くまで行った、防災訓練、これが炎天下の中でずっとやってたので、これ疲れちゃいました。で、今日は結構日差し強く暑かったですね。本当のことを言うと、夜これから、まあもう始まってんのかな、ライブにちょっと見る方ですけどね、かっこいいバンドがあるんで、って誘われていましたが、もうちょっと体力が限界でございます。ジャン君やポンちゃんも寂しくしているので、帰ってくることにしました。ごめんなさい。寝るぞきっと。もう、はい、それでは今日は頑張りました。